打ちかましてやれ。もう大丈夫だよ。ライタールという町はここからだと距離があるのですか？はい、それなりに。ライタールはラーカス地方を抜けた先のリベル地方にあります。まずはこのエタリ地方を越えてラーカスの森に行かないとですね。ふっ、止め、オブロン頼もしいな。嘘、構成判断、活動停止。
前方に光線反応を受ける。まだ早速ここでしょ。よし、やったぞ。さあ頼むぞ。みんなに行きませんか。一気に行くぞ。防衛装置は修理中だ。お前たちと戦闘になったのはこちらの不手際だからな。気にするな。と。私はやはりあなた方のように武術には長けていません。そこで考えました。魔除けが必要であると。それにはある魔物の尻尾から得られる品が必要です。取ってきてはくれませんか。魔除けさえあれば私でも旅が続けられるはず。どうかよろしくお願いします。何か悩んでるのか。そんなことはない。どこかへ行け。なんだよ、相変わらず釣れないな。貴様は早く大人になりたいと思ったことがあるか。ん？聞こえなかったわけではないだろう。どうなんだ。いや、意外な質問だったからさ。大人になりたいか。そうだな。ああるな。俺は酒で。なんだったらずっとそう思って生きてきた。そうか。俺は小さい頃から周りの大人に混じって家業を手伝っていたからな。でも子供の体じゃどうしても力不足を感じることはある。周りは仕方ないって優しい言葉をかけてくれることもあるが、そういう時はいつも早く大人になりたいって思ったもんだよ。似た経験は私にもある。私がもっと大人であれば姫のことをもっと支えられるのではないかといつも思うんだ。今でも十分支えになっているように見えるけどな。いや、まだ足りない。姫のためにも私は早く大人にならなければならない。レティシアは大人になったアベラルドを頼りにしているわけじゃない。今のアベラルドのことを頼りにしているんだと思うぞ。
どういうことだ。周りにいる大人じゃなく、小さい頃からずっとそばにいるお前だからこそ、レティシアのためにできることがあるんじゃないかってことさ。なるほどな。それは一理あるかもしれん。たまにはいいことを言うな。おいおい、大人なら素直にお礼を言うもんだぜ。エレナさんが無事で本当に良かったですね。ミダスさんは以前、先進文明と接触したことがあるわけではないのですよね。独学でこの装置を。ラッキー。ミダスおじさんの家の横にある装置は天気を予測する装置なんだって。どうなってるんだろう。は少しでも長く、せめてミダス様を王城にお連れするまで持てば。まずはライタールに向かうんだろう。そこからオートへか。俺はついていくだけだからな。アベラルドはどれだけ長い間腕のことを私に気づかれないように耐えていたのでしょうか。なんだかみんな神器臭い顔してて嫌になるね。なんだよ。でしょ？レティシア様に聞いちゃったんだけど、つまりどういうこと？
俺は強い奴と戦いたい。私の修理なんて慣れない作業で疲れたでしょう。ここで少しゆっくりしましょうか。ラッキー、邪魔するぜ。遅かったわね。今すぐ来てって言ったでしょ。これでも結構急いで来たんだけどな。ま、そんなことはどうでもいいわ。今回手に入れてきてほしいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。大急ぎでよろしくね。遅すぎるわ。もしかして途中で抜け出してるんじゃないでしょうね。そうだったらただじゃおかないんだから。安心しろ、持ってきたぞ。いつの間に。安心って何のこと。ちゃんと持ってきてくれるって最初から信じてたわよ。よしよし、バッチリ手に入れてきてくれたわね。これで作りかけのあれを完成させられるわ。ん？何を作っているのかって。それは乙女の秘密よ。それじゃあお礼にリンヤード家に伝わる秘伝細工を教えてあげるわ。どう？すごいでしょ。他の人には秘密だからね。それじゃあまた何か必要なものができたら呼ぶから、いつでも動けるようにしておいてよね。配送の仕事より楽だったな。何？もう用はないわよ。え？天才美少女豪商投手のウェルチちゃんとおしゃべりしたいって？別にいいけど高いわよ。アベラルドはどれ。これからもっと面白い世界が見えると。君ならきっと。はっ、かっ、アックスビークも来そう。今日こそは言わせてもらうぞ。なんだ。お前の姫に対する態度少し気安すぎる。
臣下らしく振る舞えとまでは言わんが、一国の王女が相手なのだ。それ相応の態度というものがあるだろう。何言ってんだ、俺の態度こそ相応のってやつだろうな。なんだと。お忍びの旅の時に一国の王女様に向けるような態度を取ったらむしろまずいんじゃないのか。だからむしろお前の方が態度を改めるべきなんだよ。しかしそう言われてもどうすればいいのか。そうだな、例えば考えなくちゃ。レチシアへの過剰な敬語をやめてみるっていうのはどうだ。確かに妥当な提案だ。しかしできるかどうか。試しに言ってみろよ。ほらレティシア、一緒に飯でもどうだって。レティシア一緒に飯でもどう。ほら頑張れ、もう少しだ。どう出すか。はあ、こいつは先が厳しそうだな。私の修理なんて慣れない作業で疲れたでしょう。レイって星の世界。どうも、新しい商品を入荷しましたよ。配送の仕事より楽だったな。はい、毎度あり。サンキュレティシアたちもこの辺で妙な奴に襲われたんだよな。はい、俺やクロエのポットをダウンさせた奴らと何か関係あるのかもしれないな。予断は禁物です。ミダスさん、本当にそのような人類はこの星にはいないのですか。さあな、俺が知らないだけでニルベス大陸ならいるかもしれん。ニルベス大陸。オーシディアスの南方にある大陸です。多様な人類が暮らしているので、もしかしたらああいった方々がいるのかもしれません。そっか、エレナさんは南の空から来たわけだから、ニルベスの人たちにも見られてるかもしれないんですね。ニルベスにはオーシディアス王国やバイル帝国にもない技術や理術を持った種が多くいる。そいつらが変な野心を持ったとしても不思議はないな。
だといいのですが。先に進みましょう。怪我人は？アイテムを入手しました。アイテムを入手しました。自動停止。引き締まりますね。いや、準備した。さすがやったわ。クリア。でも行きます。刻むわよ。構成反応の消滅を確認。冷静なあの巨大の力に反応するのは戦闘性反応決めます。活動停止。リオちゃんお願い。出力で実装の強確認。俺に任せろ。もしかしたら定期航路が復活したのかもしれませんよ。
港に船がいっぱい入ってると海鳥がたくさん来るんです。それにしてはちょっと数が多すぎませんか。なんだ畜生。ミダス様、大丈夫ですか。ああ、たぶん。やっぱり王家と絡むとろくなことがねえ。そういうこと言ってるから罰が当たったんだと思うけど。なんだと。ちょっと近づかないでください。あれ、エレナさん、どうしたんですか。いえ。なんて匂いだ。なんか前に来た時より人が少なくないか。先日我々が来た時よりもさらに少ない。一体これは。ごめん、またペンガル先生のところに行っていい。嫌な感じがするんだ。何かか。ニーナちゃん、こっちが聞きてえよ。定期航路復活の第一便が来てからこの有様なんだ。レイ、皆さん即座にこの場を離れることを推奨します。何？未知の感染症の疑いがあります。レイが罹患した場合治療できる保証がありません。でもベンガル先生、何か患者に効いてる薬とか理術はないのか。熱冷ましや呼吸を楽にする薬草は一時的に効いているが、症状全体の改善は見られんのだ。エレナ、この病気は俺たちがこれから行こうとしてる王国の東側から来てるんだよな。つまりこの病気は下手すりゃ王国東部でも蔓延するかもしれない。そうしたら今ここで放置するのは、レイとクロエの安全に著しい影響を与える。わかりました。ただしニーナさん以外の皆さんはできるだけここから遠くに離れてください。あとはマスクかそれに類するものを着用することを推奨します。わかった。ベンガル先生、エレナが治療を手伝う。エレナがわからないことは指示してやってくれ。あんた医者なのか。それに匹敵する知識と技術を備えています。私は絶対に病気に感染しないので重症患者の検診はお任せください。レイはとにかく皆さんを病院から遠ざけてください。今日はもうエレナに怒られたくないからおとなしくしていよう。エレナが怒るところを見てみたいな。俺は感動してしまうかもしれん。その時は任せる。休むなら俺はもう行くぞ。海鳥にやられた服を洗濯したいからな。ですね。とりあえずニーナさんとエレナさんの連絡を待ちましょう。こんな布一枚で病が防げるのか。何もしないよりはマシ程度だな。病を防ぐ以上に自分が病気の場合他人にうつすのをある程度防ぐことができるんだ。
どういうことだ。鼻や口を隠すことでなぜ病が広まるのを防げる。ああ、ウイルスや細菌の話をしなきゃダメなのか。その辺のことどれくらい知られてるのかミダスに聞きたいんだが。遅いな、寝坊か。おい、ミダス、何してんだ。そろそろ起きろよ。待ってください、レイ。近づかないで。え？エレナさんを呼んでください。危険かもしれません。あ、分かった。エレナ、今いいか。ミダスの様子がおかしいんだが。ミダスさんに顕著な発熱症状が見られます。大丈夫なのですか。予断を許しません。急ぎ探さねばならないものがあります。海鳥の糞です。なんだそりゃ。この糞の中にはある種の細菌が異常に繁殖しています。今流行しているこの病はヘルガー肺化病というそうですね。ヘルガー肺化病が流行しているのですか。まさかミダス様も。落ち着いてください、レティシアさん。この星では死病のようですが、これは治る病です。本当ですか。ニーナさんの長年の研究を読ませていただきました。抗菌薬を作ることさえできれば症状は治まるはずです。ですがそれには細菌のサンプルを一定数確保しなければなりません。そのために海鳥の糞を集めたいのです。待ってください、海鳥がこれだけ大量にいるんですよ。ライターレはもう病からは逃れられないのではありませんか。現状はそこまでには至っていません。これには何か理由があります。原因を突き止めなければ。もちろんサンプルは私が採取します。どこで採取するんだ。港か。いえ、海鳥の栄巣地を探したいです。空の様子を見るとライタールの海鳥はいくつかのグループに分かれています。各グループの栄巣地を探すことで何か分かるかもしれません。分かりました、急ぎましょう。サンプルを採取できました。次の場所に移りましょう。
プルを採取できました。次の場所に移りましょう。が集まってたけど、嫌な感じの鳥だったから睨み返してやったわ。アベラルド、あれなんか見たことないか。これはリベルの廃坑で見たものと一緒だ。携帯異常を起こしていますね。皆さん以前にもこのようなものを。ええ、リベルの廃坑で。今はミダスとニーナの安全が第一だ。巣や鳥のことは町の人たちに任せよう。そうですね。素晴らしいです、ニーナさん。よくこの大量の薬草の中から条件に合うものを抽出できましたね。これでも専門に研究してるんで。こんな薬草、仕入れたことすら忘れてたぜ。この辺が何だって言うんだ。今この皿の白い部分に含まれる目に見えないほど小さな細菌という生物がライタールの皆さんを苦しめている病気の原因なんです。そしてこの縁は素子縁といって、この生物の中に落としたこの薬品が病気の原因を殺しているということになります。つまりこれでヘルガー肺化病は治るってことですか？正確には違います。原因を除去するだけであって、健康体に回復できるかは個人の体力に依存します。だとしてもこれはとんでもないことだぞ。ヘルガー肺化病が駆逐できるってことだろう。しかも施療理術師でなくても薬が作れるんだ。エレナさん、レイ、ちょっといいですか？どうしたエレナ。化学合成ではない天然抽出とはいえ、抗菌薬を作ることはこの星の医療技術を不自然に推し進めることになります。本当によろしいのですか？なんだ、今さら連邦みたいなこと言い出して。抗菌薬は使い方を誤れば新たな耐性菌を生む可能性があります。抗凝力のないこの星では
その耐性菌に対抗する抗菌薬を開発することができないでしょう。また薬剤アレルギーなどの対処薬もない。細菌学が十分に発展していない状態で抗菌薬だけを手にすることは、将来この星に別のリスクが発生する危険性があります。じゃあ見捨てるか。私には判断できません。なら俺は目の前の人間を救うことを選ぶ。大きなことを考えるのは歴史と神様の仕事だ。俺たち人間はお前が今予想したことをできるだけ起こさないよう慎重に助け方を考えよう。そうですね。ミダスおじさん、体調どうです？ああ、まったく年を食ってから病気するもんじゃないな。こんなすぐに回復すること自体奇跡なんですからね。聞いた、ヘルガー肺下病だったそうだな。お前らか。すべてはニーナさんの長年の研究と研鑽の成果です。それがなければこれほど早くに薬効を持つ薬草を発見することは不可能でした。フィルベルトも喜ぶだろう。ミダスが旅に出られるなら王国東部に向かおうぜ。それなんだがな、残念だが定期航路の復活は当分先になりそうなんだ。第一便でこの有様だからな。おいおい、一体いつになったらクロエを探しに行けるんだよ。体力に自信があるなら案内してやれる道がある。え？エレナを修理した場所から霊峰ガルカルムスを越えてコトに降りる道がある。そんな道があるのですか？お前らが知らないのも無理はない。100年以上前に廃れた道だ。肺下病の治療にはコトリス山で採れる薬草が必要と聞いた。定期航路を復活させるなら誰かがコトに行って病を治す方法を伝える必要がある。ミダス様、ありがとうございます。俺がお前たちについていくのはアベラルドとエレナのためだ。それにエダリ村の者も。今ではディベルやライタールに降りてくることも珍しくない。村の者が肺下病にかかったとき治療法があった方がいい。素直じゃないな。黙れ、早速立つぞ。俺以外の誰かに倒れられたらたまらんからな。面倒な野郎だな。不器用なだけですよ。レイやアベラルドさんも覚えはあるんじゃありませんか？え？どういう意味だよ。ちょっとわかります。もしもし、こちら天才美少女豪商投手のウェルチちゃんよ。今大丈夫？まあ大丈夫でも大丈夫じゃなくても速やかにリベルの私の家まで来てちょうだい。また必要なものができたの。いい？すみやかによ。それじゃ待ってるからね。見てわかりますよ。以前はかなり曲がってましたもんね。自力で腰を治せず薬に頼るとはわしも衰えたものだ。お気になさらず。一人でできないことは素直に他の人に頼りましょう。ラッキー。ラッキー。
キことは、オーシリアス東部にある港町で王国海軍も駐留している。レイ、この星に来て少しは体力がつきましたか？これから向かう山で音を上げないでくださいね。レティシア、どうしたんだ？このお兄さんは怖い人じゃありませんよ。なんだそりゃ。ね、だから落ち着いてもう一回話を聞かせてくれますか？あのね、僕のお父さん、お仕事でずっと家に帰ってこないんだ。お父さんは何のお仕事をされているんですか？ね、兵士。兵士？兵士か。帰ってこないってことは、どこかで長期任務についてるってことか？だからね、僕、お父さんにお手紙を書いたの。でも、どうやったらお父さんに届けられるか、わからなくて。なるほど、そういうことか。長期任務ということは、国境付近の警備兵の方かと思います。ただ、赴任している数が多いですから、今の情勢だと少し届くのに時間がかかってしまうかもしれませんね。
手紙届かないの？安心しろ、その手紙は俺が届けてやるよ。え、本当？ああ、それが俺の本業だからな。お前名前は何て言うんだ？僕はケティルだよ。そうか、ケティル。その手紙俺が必ずお父さんに届けてやる約束だ。ありがとう、おじちゃん。おじ、まだおじさんと呼ばれる年じゃなかったつもりなんだが。すまん、事情も深く考えず安請け合いしちまった。いえ、レイが何も言わなければ私が受け取ってましたから。そのお手紙必ずケティルのお父さんに届けましょうね。やめてよ。絶対お父さんに手紙を届けてね。琴の港町へはエレナのポッドがあった場所から霊峰ガルカルムスを越えれば行ける。なあ、ちょっといいか。いやあ、お客さん、すみませんが、ここは本部なので商品の売買はやってないんですよ。うちが卸した商品は町の店にあるので、そちらを覗いてみてください。いや、何か買いに来たわけじゃないんだ。少し違うが、俺も似たような商売をしていてな、行商会ってのに興味があったから声かけちまった。おお、お仲間でしたか。何でも遠慮なく聞いてくださいよ。と言いたいところなのですが、今いろいろな問題を抱えていて、人と話す気分じゃないんです。そうか、邪魔して悪かった。それなら出直すとするよ。そうですか、では聞いてくれますか。実は。え、うん、どうした。私は若い頃から行商人をしているのですが、生来の方向音痴でして、多くの人にご厄介になりました。それが幸いして人脈が広がりましてね、なんやかんやあってオーシリアスの行商をラドルと呼ばれるまでになりました。すごいじゃないか、問題なんてなさそうだが。それが少し前に行商のノウハウを叩き込んだ息子と5人の弟子たちを独立させるために各地へ送り出したんですが、誰一人目的地に到着したという連絡がないんです。これは私の方向音痴まで叩き込んでしまったのではないかと心配で心配で何も手がつかない状態でして。そうだったのか。なら俺も訳あっていろいろなところを回る予定だから、それっぽい行商人を見つけたら声かけてみるよ。本当ですか、助かります。もしかしたら各地の人たちが何か見かけているかもしれないので聞いてみてください。うちの行商人が目的の町に着けば、その町に新しい商品を卸せるようになりますから、ぜひお願いします。ああ、あまり期待はしないでくれよ。各地でさまよっている
ラドル行商会の者たちの目撃情報があると思うんです。見かけたら声をかけてやってくれませんか。あの子たちが行商の仕事をきちんと始められればきっと町の皆さんのお役に立てると思うので、ぜひ。余計なこと言わなきゃこんな面倒に巻き込まれることもなかったんだがな。念のためマーキス様にもミダス様のことを見てもらった方がいいでしょうか。なぜディベルの廃校とライタールに同じ巣があったのだ。土地も気候も異なるというのに。せめて話が分かれば別なんだが、時々可愛いところもあるのにうまくいかないもんだ。という町へは私のポットがあるガルカの祠から霊峰ガルカルムスを越えていけるそうですね。ラッキー。邪魔するぜ。遅かったじゃない。速やかに来てって言ったでしょ。もう、まあいいわ。今回手に入れてきてほしいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。全速力でお願いね。遅いわね。まさか忘れてるんじゃ。念のためもう一回通信してみようかしら。でもそろそろ来るかもしれないし。待たせたな。っていつの間に。
全然待ってないわよ。全然催促なんてしようと思ってなかったし、むしろベストタイミングだったし。やるじゃない、最高のものを手に入れてきてくれたわね。これで目標に一歩近づくわ。え、目標は何かって？それは乙女の秘密。せっかちさんは嫌われるわよ。それじゃあお礼に我がビンヤード家に伝わる秘伝家事を教えてあげるわ。どう？すごいでしょ。他の人には教えちゃダメだからね。それじゃあまた何か必要なものができたら呼ぶから、いつでも来られるように準備しておきなさいよ。配送の仕事より楽だったな。何？もうよ。え？別に。邪魔するぜ。貧血で買えないんだ。レイ、いいところに。ちょっと頼みがあるんだけど。いいぜ。なんだ？体見せて。いきなりなんだ？違うの、別に変な意味じゃなくて、星の世界から来たレイと私たちと体の構造に違いがあるのか、それを調べたいだけ。しょうがないな。いいぜ。本当？やったー！つっても別に大した違いなんてないと思うけどな。違いがないと分かるだけでも大きな成果なんだよ。それじゃあ行くよ。おう、お手柔らかにな。さーて、まずはここから。ん？おい、待て、そこは。ほうほう、こんな感じですか。やめろ。おい、変な触り方すんな。そっちこそ変な声出さないでよ。ここをこうすると。いって。おい、骨、そこ骨。ここ押すとどうなるの？やめろ、そっちには曲がらないって言って。うんうん、なるほどなるほど、ありがとう。終わったか。今日のところはね。今日のところはってまだやるのかよ。うん、その時はまたよろしくね。ああ、まさかあんなところまで触られるなんて。次は絶対断ろう。流星の噂とライタールでの廃下病の蔓延、民の間では不安が広がっているようです。念のためマーキス様にも。精密な設計図を作っておけば何の問題もありません。
完成です。精密な設計図を作っておけば何の問題もありません。完成です。精密な設計図を作っておけば何の問題もありません。完成です。精密な設計完成です。気分転換にやってみるか。ま、こんなもんか。気分転換にやってみるか。ま、こんなもんか。可愛くできるといいんだけど。できました。可愛くできるといいんだけど。できました。可愛くできるといいんだけど。できました。無骨な手で細工ができるか。うん、見とる。こんなもんだろう。壊れ具合にやと。邪魔するぜ。いらっしゃい。ブルーベリーって美味しい上に毎度サンキュー。成分が分かっていれば、シミ完成です。
成分が分かっていれば完成です。成分が分かっていれば完成です。成分が分かっていればシミュレ完成です。成分が分かっていればシミュレ完成です。成分が分かっていればシミュレ完成です。自分の手料理が一番よ。いらっしゃい。配送の仕事より楽だったな。毎度、いつでもよ。サンキュだよ。ここに霊峰へと続く道があるのですか。ああ、祭殿の方へ向かうぞ。警察に抗生反応を受けた。やったぜ、今だ。抗生反応なし。準備した方が良さそう。危険です、下がって。カプト、何かあるか。そんなもんだ。よい、抗生反応発動を。戦闘態勢を解除します。エレナのポッドの奥から外に出られる。なるほど、霊峰ね。こんな祈りの場が作られる山だ。ラーカスからエダリに上がってくるときとは訳が違うぞ。かつてオーシリアスの人々が越えた道です。我々にできないはずはありません。ミダスさんは病み上がりですし、アベラルドさんも体調を崩したと伺っています。無理は禁物ですよ。ここで旅の無事を祈っていきませんか。早く山を越えなきゃならんのじゃないのか。よければ祈らせていただけませんか。何？祈りの場を私のポットが壊してしまいましたから。古の山の神がおられるのならお詫びもしなければなりませんね、レイ。好きにしろ。
脱落したらひとたまりもありません。足を滑らせないよう注意して進みましょう。先方出発です。皆さん気をつけて。これで標的を撃破。刻むわよ。先に進みましょう。頼んで正解でした。これで魔除けを作ることができます。旅も安泰です。配送の仕事より楽だったな。実は魔除けを作ることができなければ旅は諦めラーカスへ戻ろうかと思っていました。でもあなた方のおかげで希望が持てました。ライトアールへ向かい今度こそ船に乗ろうと思います。脱落したらひとたまりもありません。足を滑らせないよう注意して進みましょう。ターゲット捕捉。
ケープや。ないよりはマシだ。活動停止。風船反応なし。対象を発見。光線反応の消滅を確認。切れ味抜群。ラッキそろそろ野営にしましょうか。先頭に行ってください。
ラッキー。彼女は眠るのか？それがどうかしたのですか？お前には分からんだろうな、彼女の異様さが。レイやエレナさんに関してはもう驚くのを諦めているので。お前も損傷したエレナを見ただろう。あれを人間だと思うか？私たちがあの角の男の種族を知らなかったように、エレナさんもああいった種族の人なのかと。なるほど。実際のところどうなんだ？エレナはアンドロイドっていう高度に人間を模した機械仕掛けの人形だ。信じられません。だってどう見ても。レティシア、エダリで俺が作った草刈りのための人形を見たか？はい。あれが自主的に神に祈ると思うか？え、それは麓の祠で、エレナはレティシアの不安を表情だけで読み取り、レイモンドに祈りを促し、俺たち全員の雰囲気を誘導した。人間だってできない奴にはできない。レイモンド、彼女は何か特別な人形なのか？俺にとってということなら特別だ。アンドロイドがあいつ以外いないのかってことなら、俺の故郷にはゴロゴロいる。信じられんが、決めたぞレイモンド。ん？エレナの修理を手伝った例の話をしていなかったな。お前が故郷に帰るときに俺を連れて行け。それはちょっと俺一人じゃ判断できないが、まあ善処する。約束だぞ。分かったって。きちんと相談するから。レイの故郷、レティシア？なんでもないです。よし、そうと決まれば面倒なことはさっさと終わらせないとな。アベラルドもいい加減覚悟を決めてほしいもんだ。そうですね。ラッキー。とっと、対象を発見。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 ことは半分まで来たってことなのかな。大体そうだ。
このまま南に下っていくぞ。対象を発見。対象を発見。対象を発見。前方に飛ばなきゃ。ドラゴンよ、いけるぞ。消える。よし。撃破。さすがの強い。完全反撃。活動停止。対象を発見。戦闘に備えてください。いつでもどうぞ。冷静な戦いの視界を翻弄する。くそ、もう少しで霊峰を下りきるはずだ。
冷静なあの個体の視界を感じる。耐えてみな。対象を発見。対象を発見。ラッキー。Lucky!
ラッキー。でや、ラッキそろ雪が目立たなくなってきましたね。少しは寒くなくなるといいんだけど。了解です。ラッキー。
ます。ラッキー。対象を発見。対象を発見。ラッキー。前方に来た。分かってるよ。スポーツ反応。活動停止。強制反応なし。小型生体反応を検知。俺の方が早かったな。対象を発見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 。前方に敵がいるわ。どんなもんだ。おとなしく。対象を発見。対象を発見。警告、エネルギー残量不足。スレッド、光線反応、活動停止。ラッキー。Thank you.
りしろ。怪我はないか。前方に構成反応を検知。通らない。エネルギー残量不足。俺の実力はこんなもんじゃねえぞ。出力構成反応。活動停止。構成反応。活動停止。ターゲット捕捉。おとなしくしている。見たか。撃破。警告、エネルギー残量。それ終わったな。海沿いを東へ進めば琴に着くはずだ。ラッキー。対象を発見。それが対象を描く。よし。出力低下。見たか。警告。構成反応。活動停止。ラッキー。
ラッキー。はことの港町ですか。そうです。王国海軍の軍港もある活気ある町です。やっとゆっくり休めますね。対象を発見。対象を発見。すごい山からその死神たちは毎晩やってくるんだ。お願いだよ、どうか僕の夢の死神を倒して。僕の言うことちゃんと分かってくれるんだね。みんなただの夢だってバカにして全然分かってくれないんだ。